西野忠臣は、広島県出身の元プロ野球選手、元競輪選手。広島県立忠海高等学校ではエース。卒業後は1959年に巨人に入団し、内野手に転校する。1961年に土屋正隆が国鉄にトレードされたため、藤本真、塩原明らと二類手の定位置を争い15試合に先発出場。 しかし、打撃面で伸び悩み、肘の故障もあって1963年限りで引退した。通算46打数7安打、打率152。引退後、当時巨人のスカウトだった沢田幸男が、競輪ファンだった縁で、競輪選手養成のために、養成塾を開いていた小林三郎に弟子入りし、競輪に転身。日本競輪学校、第20期生となる。 なお、スピードスケートから転身した伊藤茂芸小林洋成塾の文下生で、一緒に、競輪選手を目指して、練習に励んだ間柄だった。同校卒業後、日本競輪選手会神奈川支部に所属していたが、同期の代表的選手である吉川滝雄も同じく、神奈川支部にいた。後に、同選手会静岡支部に転籍した。 1973年と1974年の競輪王戦において決勝進出の実績がある。1982年の高松グ売競輪が最後の特別競輪参加となったが、その頃まで常時特別競輪への出場機会を得ていた。1984年2月8日に選手登録削除された。プロ野球選手時代から足腰が強かったとして、 以下のエピソードがある。ありがとうございます。